ご紹介いたします一般社団法人チロル代表理事の鈴木ゆりえさんですこんにちはこんにちはよろしくお願いしますゆりえさんは FM モットコムの番組、はい、チロルチャンネルのパーソナリティもやってるんですよね、はい、やらせていただいておりますはい <laughs> いつもそうですこの笑い声ね、本当に笑い声の絶えない番組だなと思って楽しく聞いています,いますえ毎週火曜日の午前10時から で放送再放送が毎週日曜日の午後2時30分からお送りしていますが、はい、番組の名前もそうですけども「はい、チロル」出てきますよね、うんはい。一般社団法人チロル、うん、ここもこの後伺いたいなと思いますが、はい、そもそも一般社団法人チロル、はい、どんなことをされてるのかを初めに教えていただきたいですね。あんまり自分のチャンネルでも全然話し,しないんで <laughs> この場を借りてお話しさせていただきます。はい、はい あの、私ども一般社団法人チロルは、避難者支援事業ということで、3.11で避難されてきた方々の居場所づくりだったりとか、横のつながりづくり、あとはその学生のボランティア育成ということで、あの、年間を通した学生のボランティアができる居場所の提供だったりとか、まあ、コーディネート事業、 を主にやっていましてあと高齢者の認知症予防だったり介護予防ということで運動教室を開いておりますそうなんですね、はい、一般社団法人チロルはいつからスタートしたんですかと2018年に立ち上げてそうですか、はい、やっておりますじゃあ2022年で4年目そうですねそうですか、はい、でももともとこの福祉とかそういったものに興味関心があったんですかなかっ さん、元々例えば全くなかったですね。うん、全くなくて、のその福祉イコール介護っていうのに結びついていた部分があったんですけれども、うんはい、あのある日突然まあ、3.11ですね。うん、その時、お境に。 必然とっって言ったらいいのかな、うん、福祉の方向に進んでったような今思えば,思えば気がします。そうなんですね3・1111年と言われますけども、はいまだに記憶は鮮明かと思いますがそ,す、ねはい、その時あのゆりえさんは、うん、なんと宮城県の渡理町にいらっしゃったんです,、はい、んですよ。 で津波にあったと。はい。ここは伺ってもいいですか。どういった経緯であの基本 NG なしなんで聞いていただいて大丈夫。わかりました。はい。はい。でこの三点一一の時に渡利町にいてお仕事か何かだったんですか。そうですね。仕事上で社宅みたいなところに住んでましたね。はい。はい。でその日はお仕事されてたんですか。はい。ちょうどまあその時間空いた時間にあの外に出て。 で,で私一人で社宅に住んでたわけではなくて、はい、飼っていた犬チロルっていう名前なんですけどもそそそこでででううなんですすヨークシャーテリアなんですけど、はい、一緒に住んでいて、うん、でも私一人で買い出しに行ってあ出かけていなかったので、はいうん、チロルは社宅にいたままで,、うん、でその最中に3.11の,の大地震が 来たんですよね。で、私車運転中だったので、最初タイヤパンクしたんかって思ったんです。そはい、本当にね。一気にですもんね。そうなんですよ。よくそういう自己系が私絶えないので。だったらこれもあるの？あるなと。そしたらででちょっと経ってから地震だって気づいたんですよね。で、そしたらもうチロルのことが心配で。チロル。 どうしてるか心配なんで戻って、うんうん、でチロルを救出じゃないですけども抱っこしてどうしようかなって考えていたらサイレン鳴なってで避難指示みたいなのが始まったんですけども私福島県の郡山で生まれて育っているので、はい、津波っていう概念が全くなかったんですよね。渡町住んんででたところは目の前は目のの前前がもう堤防海なんでそう そうなんです地震で、まあ、その建物がこう壊れて危ないっていうようなイメージしかないのでチロルを助けないとっていう感じだったんですけど戻ってこの建物はひびとか入ってるし水道管とかも破裂してるからここにいいいたららななななんんか危ないなぐらいのの感覚難でですよでそしたらやっぱりそ,のそこに住まわれてる方々もみんな一斉に避難するので。 渋滞になってしまうんですよね一直線の道とかはで私はその逆に何も知らない無知だったからこそ,その避難指示のサイレンだったりとかの放送をよく聞こうとして車の窓を開けてたんですよね、うん、移動しながらそれが多分今私がここにいる理由の一つだと思うんですけれども結局渋滞になってしまって津波が押し寄せてしまって。 流されててしまってでも私たちはその窓から脱出できたからなんとかよかったんですけれども、うんはい、でその後やっぱりその津波1 0ルの津波ですからその音がすごいんでもうジェット機のこ発射する時の音って言えばいいんですかね。 津波が押し寄せてくる時の音ゴゴゴゴゴゴゴ,ゴーっていう音がすごいし匂いもやっぱすごいですしいきなり1 0ルの波がザブンってくるわけじゃなくてどどどどん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 ん高くくなってくるんですよねでそこにこう流されてしまってちょうど私は1回目建物に引っかかってあのなんとか助かることができたんですけれども。 その後第2波がすぐ一回1波来てザブーンと来たら今度引いていくんですよ海に。引いた時にこう引っかかってでまた第2波来てまたちょっと流されてっていうのを繰り返してしまったんですけども、うん、でその際にこう自分はもう必死で逃げるしかないけれども、うん、チロルはお腹の中にこうしまって。うんはい 自分がこう手足動かせるような状態にしてたんですけれどもうん、うん、やっぱりその自分も息をしたいから上に上がろうとしてもなかなかやっぱそのお腹の中にしまってるわけですから<う>チロルは息ができない状態でいて、ねうん、で私は本当に長い時間海の中にいたなって体感的には思っていても、うん、一瞬だったかもしれないですしうん、うん、そこは何とも言えないんですけれども。 あの実際その建物に引っかかった時に見よう見まねでチロルをこうふ逆さにして振ったりとかはたいたりとかしたらなんとかあの息を吹き返してくれて水もこう口から出したりとかしてくれて動き始めたんでそこがまたもう一つのターニングポイントじゃないですけど私の中で車の窓を開けていたでチロルが生きているであの日は雪が降ってたんですよね、はい。 すごい寒いんですけども服もビタビタだし、うん、もう寒さで高円寺にしそうなぐらい寒かったんですけども,もうすっぽんぽんになってあもう脱いだ脱ぎましたよ<ー>脱いだらすごいんですよ私<笑>,う笑っていはい。なので、うん、あのチロルとダウンを取ったんですねすごいそこにもう、はい、そうするしかなかったもうそうですね それもやっぱりこう、うん、そういう状況になって、うん、服を脱いだらもっと寒いんじゃないかなって思ってしまうんですけども、うん、多分なんかテレビかなんかで、うん、そういう時になったらこう暖を取るのには体と体をつけているのがいいみたいなのを見てた記憶があったんですよ。すごい記憶その記憶憶そのを大事にして <laughs> <laughs>、うん、<laughs> ややっったらやっぱり 暖かかったんですよね。その部位だけは。チロルがね、いてくれるから。そこの部位だけは、ここだけは温めないとっていう部位をこう選択して、そこに。チロルありがとう。だねそうなんです。まあ、あの、こういう話するのに、皆さんもこう、構えるところってあるかもしれないですけれども、やっぱりこう十一年経つところで。私の中では。 まあ大変な記憶ですし体験だったりで皆さんもそうであるとは思うんですが少しずつこう前に進めるために私なりの話を今日はさせていただきたいなと思いますのであのクレームはあのスタッフさんに任せようかなと思いますこういう話をするのに笑いがあったらどうなんだろうかってい ね思うところもあるけども、これはゆりえさん方式で、したそれぞれですからね。私それ受け止めました。さっきすいませんでも、でも第二波まやましたね。両方とも何かにこう捕まった引っかかったっていうかおっしゃってましたよね。生命力強めだと思います。強いですよね。本当に。でそれで第二波の時にそこは何かの上にこう乗れたんです。乗れたんです。建物か何か。はい。 ちょうど屋根か、うん、もう屋根にもなってないんですけども、うん、そういうところだと思うんですよ。はい、でそこに引っかかって、うん、だからもう本当にうんとにテレビ番組でもやってると思うんですけどもこんなところに家がポツンと行けみたいなのあるじゃないですかこんなところにですよ。そうなんだ。もう周りも意識海なのに、うん、ポツンとそこにそこにっていう状態。そうでしたかで。そこにチロルと、はい ダウンを取りながら、はい、一晩そこで過ごすんですかですっぱだからままポンポンで雪は降ってるし明日見つけられた時雪だるまになってたらどうしようって思うぐらいですよえそしてえどうやって助かったんですかいやもうヘリコプターで救出ですよれそれもすぐじゃないですよ、うん、明け方すぐとかじゃなくても、うん 三時とか四時とかそのぐらいになってたと思います午後のはいまあ、時計見てないんだわからないですけど、うん、体,感体感としては日の感覚、ね、そうそうそうそんな感じですああそうなんだねヘリでヘリで救助してもらって,て,らってスポンポンでスポンポンでであのヘリとかやっぱ動物乗せちゃいけないんですよ、うん、そうえじゃあチロルはだからもう着ぐるみとして私の うん、服の一部としてとていう感覚ですよね。と、うん、うそいういう風に捉えてもとって <laughs> じゃあなきゃこっちすっぽんぽんですしでその救出してくれたヘリコプターのお兄さんかっこよかったんですよね若くて。でどこに目線汚すかなってこっちもハラハラドキドキですよね。もうどうしようかと思って、うん、とっさにチロルをうまいところをこね、うん、ヨークシャテリーアーなんで結構毛がふさふさしてるんです。上手いところにこうフィットさせる <laughs> そして,そ,してそのサイズに合わせて私も体をクッとちょっとクッと <laughs> <て>合わせに行くそして救出させ <laughs> してもらって、はい、でもお兄さんはうちの家族なんですと、うん、そしたら家族ですよね一緒に過ごしたんですもんねねどこ見てんだいって言いたくなりましたけども <laughs> お兄さんそうやってチロルも一緒に救出してくださいよかった。 わかる人でよかった。そ,そしてチロルがいい仕事したんですよ。すね、きっと大事なところをキュッとうそうなんですよ。本当に私を弾を取ってくれたのもあり、うん、そして大事なところをキュッとしてくれたのもあり。いい仕事してくれ。もうチロル最高。そうですよね。本当に、はい、ねえ。じゃあもうそこでヘリで救助されたわけだから、うんはい、なんで帰ってこなかったんですか。やっぱ帰れなかった。 そう簡単には責任感強めだったんですかねやっぱりそういうことがあって、うん、まあ体育館に私もあの避難してたんですけれども、はい、そっからがまた地獄で、うん、もう渡りはほとんどもう全滅で食べ物とかも、はい、やっぱ最初はもう来れないし持ってくる人も,、うん、もう道路もガタガタだしっていう状況で全部流されちゃった人って衣類 もない、うん、お金もない住むとこもないなん、はい、もないんですよで大手スーパーとかが駐車場でちょっと缶詰とか売り始めたんですよねですごい行列できてるんですけど、うん、本当に必要な人はお金がないから買えないんですよ買えない、うん、そういうのが二三日続いて、うんはい、そういうことなんですよ片や缶詰はい缶詰とかレトルトカレーとかその買ってて、うん、でそのスーパーもおかしいと思いません 本当にに必要なな人には何も届いてないて結局お金がないから買えないからって思いましたねえ私たちがこう見ているのって映像とか、はい、あと実際それで経験された方の話を聞くとうん、うん、冷たいおにぎりだったとか菓子、はい、パンで口の中がパサパサになったとか温、うん、かいものがなかったっていうのは聞いてたんだけども、うん、そこじゃないねそのもっと前段の部分ですね。 そうなんだ自分って食べるものを確保するっていういやでもこれね、うん、今笑って言ってるけどそう,そうですよ本当必死だったんでしょうね必死いや本当そういう経験もした上でうん、うん、やっぱりその配給される前の辛い状況を知っているからこそ、うん、今度体育館に避難したら今度、うん、あのおにぎりとか、はい、冷たいおにぎりでももう幸せですよそうなんだ冷たいから何だとパサパサだから何だと食えるだけいいだろって言いたい そ,っかそのレベルですよでそれもちゃんと充実するまではやっぱ期間があって、うん、そこに避難してる人たちの分って全部はやっぱ把握できてないのか足りない状況もあれば一人一つなのに2つ3つ持ってく人もいればやっぱもうみんな生きるのに必死ですから。うん、ってなるとおのずと弱者って言われるその妊婦さんだったり高齢者だったり子供たちに配分されないで泣いてる人たちをたくさん見てきたって っってていうのがあって、うん、じゃあ何かできないかなっていう思ったきっかけがまずそこにあって福祉の道に進むまず一歩目っていうんですかね、うんうん、で長期間にわたることでみんなこう体も大変になってくるし鈍ってきちゃうし子どもたちだて集中力きかなくなっちゃうしで精神的にもみんなアップアップになってきたところで青空教室っていうのを 自分でで始めたんんすよ、ねえー、そうなんだ、はい、最初は私一人で子供たち10人ぐらいで、うん、まあ体育館の校庭で絵描いたりとかあの足し算引き算やったりして遊んでた学校ごっこみたいなことやってたのが、うん、こうどんどん広まってきて最後はこうボランティアさん30人ぐらいみんな集まってでちゃんとその給食の時間みたいな感じで、うん、それ食べる時もみんな子供たちの分確保してみたいなのができてきてどんどん大きくなってきたのもあって。 でなかなか帰れなくなりました、ね、あそういうことだったんですね <laughs> 帰りたくないっていうか自分だけ帰るのずるいなっていう気持ちになってきちゃって、うん、うそうだったんだ、はい、でも今度は仮設住宅ができたり、はい、それぞれにこうみんな行きましたよね,、はい、ねあの私は住民票が郡山のまんまだったんで、はい、仮設住宅を与えてもらえなかった <laughs> そうなんだ。これは大問題ですよ。うん、今後、なんか震災が起きた時に、そこも課題になってくると思うんですけれども、だから私は作りましたよね、自分で。自分ではい。家を家を <laughs> あのちょうどその仕事が土木関係のお仕事だったんで、うん、この津波で流されてきたプレハブの枠っていうのが手に入りやすくてそれをいただいたやつに壁紙貼ったり断熱材入れたりそっか枠しかないからねそうなんです、うん、板貼ったり毎日1000本ぐらいビスもう今目つぶってだってビス打て。 よ本当にそのレベルでやってて、うん、でそれやってる最中だってまるとこないじゃないですかそうだねだら知らないおっちゃんのところに仮説のところ行って、うん、寝るところちょっと貸してくれませんかって点々としてそこでコミュニケーション能力を鍛えられた <laughs> おじさんおばさんの家、うん、知らないとこ行ってみんな優しいんですよね優しいんだね もうみんなこう受け入れてくれて、うん、そこで過ごしてて途中で思いましたよ「ここでいいんじゃね?」って「<laughs> ね、私何やってんのかな、うん、ここでいいじゃん」うん、みんな喜んでくれるしうん、うん、孫で来たようなことなんて楽しかったし、うん、お風呂もあれば洗面、うん、所もあるし。はい って思ってたんですけど、うん、何かに囚われたように毎日ビスやって <laughs> そういう経験してきたんですかそうですよ、ね、で現在に至っているそうなんです今立派な家てっちゃんに建ててもらいました <laughs> <laughs> 本当にいやえでもそこで、はい、でもみんなもそれぞれに仮設に入ったし、うんうん、でゆりえさんも自分の住まいを作って、はいはい、なんとかそこは大丈夫はい でも,もうそろそろ戻ろそそ戻ううかっっていいううになった、うんはい、なたたはりましたね、うん、それのきっかけもみんなある程度自分の生活がこう見通しついてきてたりとか、うん、学校とかもその再開してきたりとかっていうのもあったんで,、はい、で私気づいたら「ここ働いてんの結構グレーじゃない?」って思った瞬間があって <laughs> はい、はい、私ちゃんと給料もらってるからって思ったんですよ。 そういう状態で働いてたそう,そうなんです気がついたら、うん、あれっていうのもあっていろいろ重なってよし帰ろうとあ、避難している体育館にご家族が探しに来たりとか本当、はい、ご家族もね、はい、ご心配されたと思いますけどじゃあ今はね近くに行ってくれるので、うん、そうですね本当、うん、仲良しで 今日も父親とデートしてきたばっかりなんでじゃあその辺はね、はい、もうご家族もほっとしてると思うんですけどあ <laughs>、はい、帰ってきました、うん、でお父さんがきっかけか何かで大玉村の社会福祉協議会。やっぱり帰っぱ帰ててきて無職だと、うん うん、困っちゃうんで父親がたまたま探してきたのが、はい、大玉村の社会福祉協議会の生活支援相談員っていう、はい、お仕事なんですけども、うん、ま避難者支援ということで、うん、ちょうど私もそういう体験もしてきてたので、はい、あやってみたいなっていう興味があって、うんはい、で受けてそこの面接官が主人だったと。 そこもました今度もま、ね、た今て掘いて頂きそこで仕事をいろんな経験をされて <laughs>、うんはい、ご主人になる鈴木さんと一緒にいろいろね、はい、こう学んだりして、はい、でその後二本松市の社会福祉協議会でも経験をそっちでも今度はあの大は富岡の方と、はい、で二本松は浪江の方対象にその避難者支援させていただいてたんですね。はい で、そこでいろいろ学んで、うん、あの、やっぱりどうしても、もっと近い距離で、こう、支えになっていきたいなっていうのがあって、うん、まあ、はい、ベースとしてやっぱりその渡りでの自分の経験っていうのもあったのかもしれないんですけども、で、それをどうやったらできるかなって考えたことで、今の一般社団法人チロルを立ち上げようということで、立ち上げたのがきっかけですね、うん。そうなんですね。じゃあもう本当にあの、避難をしている時に行った青空教室のチロルの前進のようなもの。うんはい 今思えばそうですよね。うそうですよね。うん、でもこの大玉村や日本松市の社会福祉協議会で経験を詰めたというのもそうです、ね、大きかったですね。はい、すごいあると思います。やっぱりその大玉村ではその基礎の部分だったり基本のところを学ばせてもらって、ねはい、で日本松ではそれを踏まえて自分でアレンジを加えた活動ができたっていうのがいい、でそこで。 やりたいことをもっとこういうふうにしたいっていう気持ちが生まれたんですよね。はい、自分で動くことで気づきって出てくるじゃないですか。でそれが良かったのかなって今思いますね。本当にそうですね。だから多分また将来どうなってるかって予想ができないですね。もう今の命に。うん。うん、この時間に。そうですね。で多分その日その日で出会う人とかでもまたこうやりたいこととか、うん、こう自分の どうしたらいいのかなっていう気持ちが変わってくるタイプなので。はいはい。五年後十年後何してるか。あ、でもすごくわかんないですね。人って。根底はそんなに簡単には変わらないけど。はい、うん。行っていくことって結構流動的だったり。ただいつか何かで戻っているとかねはい。柱は。実家一緒だったりするじゃないですか。で、ね、本、う、当、んうん、今回も。実はゆりえさんはその福祉とかに全然興味とかなかったのにうん、うん。はい。って話をしたんですけど。はい、自分の経験や体験が。うん 今になってる、ね。そうですよね。面白いですよねいや。本当ですね。あと出会いですよね。出会った人が良かった。良 <laughs> かったです。で、多分私、物事をできるできないで。評価してしまえば、できない方なんですよ。何事もうまくできないタイプなんで。うんうん、皆さんの力をすごくもらえるタイプなんですよ。なんかね。 一緒にやりたいとか、そう、そうなりますもん。もあ、ありがとうございます。すごいだから、皆さんが支えてくれるタイプなんですよ、ね。<laughs> だから、こう、自分の力ではなく、うん、あの、皆さんの力で、今までやってこれた感じが大きいですね。<laughs> <か>周りの力、本当に大きいですね。うん。うん じゃあ今それで新しくチロルがスタートして、はいはい、これからどうですかこんなこともしてみたいなとかっていうのはありますか、うん、そうですねやりたいこといっぱいあって、うん、その中の一つとしてこのチロルチャンネルをやらせていただいてこれがまあ一つ一歩踏み出せて、はい、で私はもっともっとそのいろんなことをメディアを通して情報を発信していきたい。 まあ YouTube もそうですけどっていうのも気持ちあって、うん、やっぱりこういろんな人を巻き込んでいけばもっと何かできることとか、あの必要なニーズ把握支援ってしていけるのかなって思うので、今その情報番組のテレビの方にも出させていただいてたりとかしてるんですけれども、それがもっとたくさん出ていったりとか、あと村とかいろんな金似市町村巻き込んだことを でっかいことをなんかやってみたいなっていう気持ちはあるんですよね。うんはい、いろんな方をこう一緒に何か作り上げたい。ものづくりって形になるものばっかりじゃなくて。見えないものでも、そういうものづくりをしていきたいなって思ってますね。そうですか。意外と真面目な話するときあるんです。<laughs> 今、うん、うんってうなずいて。はい はいなんかちょっと感動したというか応援しますありがとうございます心からそう思いました嬉しいでもこのゆりえさんしかわからないことってあるじゃないですかその三点一一の時にそうですねはいこう出会ったいろんなことチロルに対してもいろんなことをやっぱり多くの人たちに知ってもらうことで発信しやすくなりますよねそうですねそうなんですよいいこと言ってくださって本当にありがとうございます。 あのチロルのことを聞いてもいいてもですかどどうぞどうぞぞは,い、チ,ロルはチロルはですねあの実はですね残念ながら、うん、年を結構とってしまってそうです、ね、老衰って言ったらいいんですかね、はい、すごく元気で一緒に家あのてっちゃんと結婚してからも住んでたん長生きしてくれってそう,そうなんですよだからちょうど2018年かな、うん、チロルを立ち上げた年に亡くなって。 で,でなんで一般社団法人チロールにしたかっていうと、うん、その先ほど説明した経緯もあるんですがずっとその、まあ、震災前から私にといっつも時間を一緒に過ごしてくれてて本当にご飯食べる時も出かける時も仕事の時も一緒だったお風呂入る時も一緒だったのでで震災になってそういう津波に流された時もずっと共にしてたっていうのもあって支援対対象者に対して。 寄り添った支援ができるにもっと近い存在でいれるようにっていう気持ちを込めてじゃあチロルっていう名前がいいなって思ってチロルってつけたんですよどうでしょう今その思いは形になってきていますか、うん、そうですねなってますって言いたいんですけれども <laughs> どうなんですかねそう思ってもらえるように日々努力はしてますし、はい、やっぱりこうふとねチロルって 名前が出ると必ず思い出せますしで私だけがチロルって言ってるわけじゃなくて一般社団法人チロルっていう名前をつけることで周りの人も呼んでくれるから、はい、なんか嬉しい気持ちになりますね、うんうん、はい。そこにこう生きているその思いも、うん、生きてるってことですよね、はい、重なってきちゃいますよねそうですね、はい、じゃあこれからもきっとねチロルが見守ってると思いますので、はい、あもうチェルさいたねあいたいたいた <laughs> ご主人の哲也さんとともに、ご活躍、はい、楽しみにしています。ます応援しています。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。